黙祷。黙祷を願います。震災で犠牲になった方々を追悼し、希望に満ちた未来へ。福島県を襲った未曾有の大災害は、3144人の尊い命を奪い去りました。大切な人を悼み、花を捧げます。あれから2年、ふるさとへの思いを胸に、式典とかに一回もまだ出たことなかったんで、この機会に早くね、みんなが前住んでたふるさとに帰られればいいなって。いまだに原発事故が収束せず、およそ15万人の福島県民が避難生活を送っています。私の実家が飯舘村で、母親が避難しているものですから、仮設住宅に元通りに前のように平和な生活ができるような状況にみんなで頑張ってほしいなと、自分も頑張りたいなと思いますね。原発っていう大きな出来事があって、なかなか一般の人にはどうしようもないこととか多いんですけど、だからといって人任せにしてしまうといつまでもことは進まないと思うので、まあどんな小さなことでもいいので、一人一人が少しずつ行動していくことで、もっと元気な福島になるんではないかなと思っています。第2部では復興の誓いコンサートが行われました。心を一つに、未来への思いを込めたハーモニーが響き渡ります。音楽が一人一人をつないでいく、温かく包み込むように。福島が歩んだ奇跡がいつの日か後に続く世代の道しるべとなるように、一歩一歩確実にかつ速度を上げて復興への道を進んでまいります。美しい福島を取り戻して、活力と笑顔あふれる福島を築き、その復興の姿を世界へ、未来へと伝えていく、この福島宣言の言葉をもう一度皆さん心に刻み、皆さんと共に明日から力の限りを尽くしていくことを持ち返して、私からの県民の皆さんへのメッセージとさせていただきます。2013年3月11日、福島県知事、佐藤裕。強い意志を持って共に支え合いながら、希望に満ちた未来を思い描いて。こういった機会でですね、勇気をいただいたり、思いを一つに前に進んでいけたらと思いました。県民の一人として助け合って、頑張って前に進んでいきたいと思っています。2人でももっと盛り上げて、支えていきたいなと思います。元気な福島を、はい、未来への道を照らし出す希望の灯火、笑顔があふれ活力ある福島へ。现在也没有改变的辅导，在这里。Future from Fukushima.